下宮はじめの鳥居かまど神社は、福岡県太宰府市にある神社。式内社、旧社格は、官兵商社で、現在は、神社本庁の別表神社。別称を、宝満宮、かまど宮とも、太宰府市東北に立つ宝満山に所在する神社で、社殿は次の2箇所に形成されている。かつては山腹に、中宮のもあったが、明治に廃絶している。 宝万山は、ザイフの鬼門の位置にあることから、当社は、ザイフ鎮護の神として崇敬された。平安時代以降は、神仏集合が進み、当社と一体化した神宮寺の大仙寺は、西国の天台修寺院では、代表的な存在であった。また、宝万山には、彦山と共に、修験道の有数の道場が形成されたが、明治期に、 これらの仏教施設は廃された。しかしながら、今なお、福岡県下には、当社から誕生された約40社の神社があり、現在も、宝満山に対する信仰、縁結び信仰により崇拝されている神社である。文化財としては、当社社地を含む宝満山一帯が、国の史跡に指定されている。また、木造狛犬や、宝満山山岳信仰関係資料307点が、 福岡県の文化財に指定されている。宝満山その山容から古くは五笠山とも称された。当社は太宰府東北方の宝満山に鎮座するが、この宝満山は古くは五笠山、かま山と称されていた。うち五笠山の山名は傘のような山容に由来する古いものと言われ、古くは新体山として信仰されたとも言われる。 もう一つの三名、かまど山は、畜全国の歌枕としても多く読み込まれている。当社社殿である、鎌倉時代後期の、かまど法万代菩薩記では、元は、仏刀山、五笠山と称されていたが、神宮皇后の出産の時にこの山に、かまどを建てたことに由来すると伝える。一方、畜全国族風土記では、山の形がかまどに似ており、 二滝の様子を示すかのように雲霧が絶えないことに由来するとする。その他、太宰不鎮護のため、かまど神を祀ったとする説、9号目付近のかまど岩に由来するという説がある。現在の宝満山の3名は、神仏集合に伴って、祭人を宝満大菩薩と称したことによるとされ、その所見は13世紀末頃の古文書まで下る。 主祭人焦土の神祭人のうち、玉依姫命は、元々の祭人で、神宮古豪、王神天皇は後に合祀されたという。箱崎宮縁起党では闘牛を八幡神のおばとみなしており、遅くとも十二世紀初頭には、八幡神と結びつけられたと見られている。鎌戸神が八幡神の系譜に組み込まれた背景には、 古くから太財府と関わっている当社の政治的色彩が指摘される。一方神社の社名から、本来の祭神は、かまどがみたる、みほ公人で、法満山中に巨岩があり、天孫族に多い巨石信仰が見られることからも、本来の祭神を、みほ公人と同神の八幡神と見る説もある。神明は、中世には、法満大菩薩、近世には、法満明神とも称された。 太宰府聖殿跡当社はその鬼門に位置する。社殿では、天智天皇の代に太宰府が現在地に移された際、鬼門に位置する宝満山に、太宰府鎮護のため800万の神々を祀ったのが、震災の始まりという。ついで、天武天皇2年、心連商人が山中での修行していると玉り姫、命が現れたため、心連が、 朝廷に相問し山頂に上宮が建てられたという。神社側では、この時をもって、当社の創建としている。これらの社殿の真偽は明らかではないが、下宮祖籍群の調査から創建は8世紀後半には、遡るとされる。また、上宮付近からは、9世紀から中世にまで至る、多くの弾き、校長線等の再支遺物が検出されており、太財布、 剣道士との関連も指摘される。社殿に見られるように、当社の歴史は、太宰府と深い関係を持ちつつ展開する。一方で、玉寄姫命の水分の神としての性格から、五笠川、宝満川の水源の神として、自然発生的に玉寄姫命が祀られていたと推測し、その後に政治的な神格が与えられたと見る説もある。奈良時代から、 平安時代当社に関係する最初の確実な資料は、延暦22年の鎌戸山寺に関する記載である。この記事に見えるように、当社は奈良時代にはすでに神仏集合の状態であったと見られている。ヘッツイ門神については、上は7年に15以上の深海が除された記事を所見として、深海は、その後歌唱3年に、正後以上、上元元年24位した。 万両三年二十四以上、官票八年二正四以上に上った。また、上和九年には、方兵の記事が見えるほか、延長五年成立の、演技式新名帳では、筑全国五カ郡に、鎌戸門新社名神台と記載され、名神大社に列している。なお、当時の社名の読みは一般に、鎌戸と付されるが、鎌戸と付す写本もある。社伝に関しては、 長治2年の消防の記事に始まり、大占い、仙宮の記事を経て、92年に再度消防とそれに伴う、訴えの記事が見える。社史は、天元2年の段階では大宮寺が、一山の幹事を担っていたが、11世紀末頃には、神仏一体となっており、大仙で選べ党が当社含め一山を取り仕切っていたと見られている。長治2年には、 当社神宮寺の大仙寺の別当職をめぐり、延暦寺と岩清水、八幡宮が争いを見せた。過剰元年には、当社は小一くらいの極意に達し、この頃には最も、法満さんの勢いがあったと言われ、当時の当社を、旧国僧鎮守と記すうつても見える。また八幡神関係の文書には、かまど神を八幡神のおばとする記載が見え、 ダ宰府フと関わる当社の政治的影響力と、八幡神の関わりが指摘される。鎌倉時代、イ語平安時代、イ語の当社は、神仏一体となって営まれた。その進展もあって、室町時代からは、宝満宮という名称も見られるようになる。その後は、戦国時代の戦乱に巻き込まれ、勢力は大きく衰退した。近世に入ると、畜全国を治めた小早川氏によって、 天正15年から、修験道の道場として再興され、慶長2年には、神殿、拝殿、坑道、行者道、抹茶等が再建されたという。代わって、慶長5年に入国した黒田長政からの数計も厚く寄進も受けたが、寛永18年に火災によって、ほとんどの建物を消防した。慶安3年、福岡藩二代藩主、黒田忠之によって、神殿、拝殿、 高堂、神楽堂、首主郎、行者道が再建された。江戸時代を通して、車両は50国を数えていた。明治に入り、神仏分離によって、仏教職は一掃された。明治5年近代社格制度では孫社に列し、明治28年に、官兵商社に昇格した。戦後は、神社本庁の別表神社に列している。鎌戸門神に対する深海。 宝所の記録。社殿は、宝満山山頂の上宮、山麓の下宮からなる。古くからの信仰の場であるとして、当社社地を含め宝満山は、国の史跡に指定されている。かつては中腹に、中宮のも存在した。下宮本殿下宮は山麓に鎮座する。主要社殿は、本殿、平殿、拝殿からなる。境内には、南北七間。 東西島の祖先建物跡があり、かま山廃寺の中枢施設と見られている。当地からは8世紀から12世紀の古河原が出土している。その他、北方の太宰府し茶ゃには、境外用廃所がある。上宮社殿上宮は、宝満山山頂に鎮座する。山頂付近には、心連商人を埋葬したとされる墓や、祭人、玉依姫命の墓所と伝える。 宝城靴がある。また山腹には中宮の跡が残る。かつて中宮のには、行動家具な道、縁の行者道、首郎等が備えられていたとされるが、明治の廃物希釈に伴い廃絶した。その他、山中には多くの棒跡や仏教遺跡が残り、神仏集合時代の面影を残している。年間祭事一覧当社関連文化財の一覧。当社には、 かつて神宮寺として大仙寺があった。宗派は天台宗。大仙寺は最国の天台宗寺院を代表する存在であったという。寺名は鎌戸山寺、内山寺、有知山寺とも記される。ただし、これらが同一の寺を指すかは確実ではない。神宮寺に関する資料では延暦22年の記事が最古である。下宮にある祖籍軍から 八世紀後半には、かなりの規模を誇っていたと見られている。資料によると、その延暦22年には最長が日東の折にかまど、山寺において、日東四船のため薬師仏四区を掘ったという。また、上和14年には唐から帰国した延人が神前で、独唱し、人寿二年には延鎮が独唱した。上平三年には、シャ昇格によって、延暦寺の、 六所宝塔のうちの一つが建てられたという。当時は、平安時代中期、文治四年までには鎌戸神社と一体化し、宮寺として活動していた。その後、大仙寺は、平安時代後期の11世紀末には一時岩清水、八幡宮の末寺となったが、12世紀初頭に、比叡山延暦寺の末寺となった。このため、当時の訴えは、中央の京都にも及んでいる。 鎌戸宮に小一位が授けられた家剰元年頃には数多くの僧帽を要し、鎌戸神と共に最盛期を成した。平安末期の両陣秘書では筑死の霊言書の一つとして鎌戸の本山と歌われている。宝満さんは鎌倉時代末期から室町時代に主言化し、彦さんを大蔵会、宝満さんを混合会とした峰中修行が形成された。 南北朝時代に入ると、付近にあり地山城、宝満城等が築かれた関係で戦乱に巻き込まれ、寺勢は衰退していった。工事三年には、大友総林による、県地同社破壊によって社勢、寺勢は衰退し、政治には370棒あった僧房も、近世諸島には25棒にまで減少したと、伝えられる。その後、近世に、小早川氏黒田氏によって、 山伏の修験道場として再興された。しかし、寛永18年の火災で多くの道社を消失したこともあり、江戸時代中期以前に周辺の僧帽のほとんどは廃絶、残った仏教施設も明治の廃仏希釈で一掃された。所在地交通アクセス周辺原点、記載事項の一時資料を紹介。出典。ありがとうございます。